ウプ主のプレイが下手くそで、気をつけてはいるのですが、画面酔いなどする方はブラウザバックをお願いします。あがが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 、なんでお前はいつもあんなギリギリまで追い込むんだよ。さすが霊夢サディスティックね。昨夜それを言うならストイックな。別に追い込みたくて追い込んでるわけでは、今回もガチエリア、負ければリセット、勝てば腕前 B に行けるわけだ。今回使っている武器はプライムシューター、コラボじゃないんだな。サブのポイントセンサーはうまく使いこなせないのだが、スペシャルの雨降らしが、今回強化されてすごい使いやすくなったんだよ。ちょいちょい天の声挟んでくるな。天の声っていうか、天の吹き出し。そしてステージは霊夢の苦手な立ち往パーキング。霊夢がっていうか鬼嫁がって感じだな。そういう埋めたい話は置いておいて、しかし全然敵がいませんな。じゃあこの間にガチエリア勝ち越した方がいいぜ。今何かに当たった。なんか手応えがあったように見えたけど。そういう時こそポイントセンサー使うんじゃねえの。まったく宝の持ち腐れだな。よしガチエリア確保。とすぐさまカウントストップ。おーおー、なんで自分でやっつけてびっくりしてるんだよ。まさかあそこまでインクが届くとは、やられたけどねー。まあいつもの霊夢はこんな感じだよな。カウントストップされちゃったわね。まずい。このままだとまた腕前リセットになってしまうわ。もうこの戻し作業をするわけにはいかない。ガチエリア確保されちゃったわね。カウントリードもされたな。だんだんと地獄が迫ってきてるわね。こっち来るんじゃないわよ。危なく地獄の渦に巻き込まれるところだったわ。ナイス、カウントストップ。そうよ、まだ4分もあるんだから勝負はまだわからないわよ。うん、ここでポイントセンサー使った。敵が隠れてる可能性もあるからね。かくれんぼしてるわよね。よし、ガチエリア確保。また敵が攻め込んできた。ここの陣地は霊夢が守る。ふぅ、どんなもんよ、霊夢めっちゃ震えてるから。実はすごい怖かったのね。よし、見事なカウントリード。ここの陣地は霊夢が守っておきますから、なんか通ったぞ。わあ、やめてー。必死に逃げる霊夢。わ、洗濯機でバシャバシャやってきてるわ。姿を現したか。この歩き出しよくないー。なんかすっごい弱々しいけど、だがエリアも確保できるし、洗濯機もどっかに逃げていったようだ。やっぱり洗濯の天敵は雨だったようだな。何の話をしているんですか。洗濯機まだいたー。ハイパープレッシャーあったー。そして着地、じゃあー。すごい平和だったのに急に嵐じゃー。イカスピアも来てるー。いきなり一遍に来たな。作戦でも組んでたのかしら。リーグマッチじゃないのに。ナイス、カウントストップ。霊夢なんとか死なずに生き残ることができたわ。はい撃破、はいガチエリア確保。これはもしかしたら腕前 B もありえるわね。やっと念願の B か。さあ霊夢がここを守っているからみんなは安心して行っておいで。お前動くの怖いんだろ。上からたくさん降ってきたー。ついでにロボットボムも降ってきたー。ついてくるなって。いくら霊夢が魅力的だからってついてくるなって。それは誰も言ってない。またなんとかやられずに済んだな。誰だ、カウントストップしたのは。敵だろ。おっと逃げられてしまった。あ、帰ってきた。よしよし、ハイエリアが再び霊夢ちゃんの元に。あとはこの平和を守りきれば。ゆっくり、お茶でも。試合中にお茶しようとしてる。誰だー、この平和を壊そうとしてくるのは。霊夢の平和を壊さないでくれ。男性スプラをやっている限りお茶は無理だよ。さーて霊夢の罰ゲームの時間が近づいてまいりました。は、罰ゲームなんて聞いてないんだけど。やっぱり罰ゲームがないと思えないだろ。いや大丈夫、霊夢の心はいつだってグッツグツだから。今もほら、ガチエリアの腕前上げようと必死だから。ほら、必死すぎて鼻からしゃけ出た。これで霊夢の必死さが伝わったでしょう。伝わんねえわ。で罰ゲームはモノマネだから。は、ゆっくりにモノマネやれっていう神経がわかんないわ。この決められた顔と声でどうモノマネすれっていうのよ。確かに、霊夢負けなければモノマネもやる必要はないわよ。フラグ回収はマイクラだけで十分さ。あと残り24秒楽勝でしょ。ほらいつの間にか敵さんもいなくなって、霊夢のブレイクタイム返してきたー。霊夢のお茶の時間を邪魔する奴は許さん。倒しきれなかったじゃないか。その間にたくさん敵が現れて、さよなら霊夢のティータイム。少しでもティータイムしたお前がすごいよ。やっぱり厄介ロボットボム。まあでもあと24秒だし楽勝でしょ。それさっきも言ってたぞ。それから秒数変わってない。ここから逆転されるなんてよくある話だよな。恐ろしいこと言わないでよ。霊夢このカウントよくわかってないのよね。カウントの下の数字って何なのかしら。わかんないけど、とにかくガチエリア守りきればいい話だろ。そうなんだけどさ。あと残り1分切ったわよ。ふっふっふ、これはもう霊夢の腕前アップは確実になってきたわね。よし宴の準備をせい。いつの時代の方ですか。武将霊夢だよ。宴じゃ宴じゃ。酒持ってこい。
良い子のみんなはお酒は二十歳になってからだぞ。霊夢が意外にもどんどん敵を倒してるわね。そういうこと言うといつもやられるから。斧から逃げられず。やっぱりやられたな。褒めて伸びるタイプじゃないのね。いや褒めて伸びるタイプだ。だからねー、褒めて。かわいいやつだな。おい、緑チームピンチのマーク出てるぞ。大丈夫でしょ？こんなに秒数離れてるんだよ。どんどん相手のカウント減っていってるぞ。ピンチじゃん。ガキエリア確保されたぞ。早く時間だぞやー。誰だよ時間5分にしたの。やっせー。ついには時間設定した人にも怒り出したな。なんと哀れな。哀れとか言わないでー。え、延長、誰だよ延長とか設定したの。延長にも文句言い出したな。言うと思ったけどね。これはガチエリアを我々のチームが確保したら勝ちなのよね。そうだと思うぞ。ここに来て相手の粘りが半端ないわね。おっしゃー。これで確保してしまえば。霊夢の雨降らしちゃんお願い。なんかいろいろお願い。おお。おっしゃーい。これは宴じゃ宴じゃ。視聴者さんに青年が多いんだからやめろ。まあでも無事に勝ててよかったわ。まあでもまだ D だから、まだまだ上は目指せそうだな。目指してみるけど上がれるかどうかはわからないわね。次は A- に上がるときに報告します。腕前アップ、初めての B です。腕前落ちないように頑張ってやっていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうな。鬼嫁ツイッター始めました。概要欄に載せておくのでよろしければフォローお願いいたします。よかったらチャンネル登録もよろしくね。